どうも、カイです。今回はウェールズ、モイルブレに来ています。とても静かな漁村といった感じの場所なんですけど、ここは昔、宝を積んだ船が沈没をして、今でも海底に宝が眠ってることで有名な海域です。ただこれまで多くの人がその宝を探しに行ったんですけど、亡くなってしまったり怪我をしてしまって、未だに回収されていないという伝説も残っています。今回はそんなモイルブレの現在と過去を紹介できればと思います。このチャンネルは教科書に載らない歴史に光を当てるチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。モイルブレはアングルシー島の東岸にある海沿いの町です。川の水が綺麗なのと、これ空き家らしいですね。こんな感じで可愛い小道もあります。ただ今回のメインテーマはこの小さい町の紹介ではなく、今なお海底に眠る沈没船です。その正体を探るため現場である海沿いを散策してみましょう。ウェールズはこういうなんか歩行者用の散歩散策路がたくさんあるんでめっちゃ楽しいです。実は今日珍しく晴れたんでめっちゃ綺麗。ちなみに向こうに見えるのが山とかがあると思うんですけど、あれがイギリスの本島です。で、目の前に見えてきたのがライフボートとかですね、救命用の船がしまってある場所ですね。人をたくさん救った英雄の像が立ってます。いとこの友達のおじいちゃんらしいです。これ彼はディック・エヴァンスという救命ボートの船長で、50年で281人の命を救ったことで知られる人物です。もともとアングルシーは風が強い立地ですが、モイルブレはさらに岩礁が多く、海の難所とされている場所です。それこそ救命ボートの基地が置かれている理由でもありますが、この基地が作られた19世紀中旬には、モイルブレ史上最大の悲劇が起きています。1859年10月25日深夜、アングルシー島近辺を19世紀最悪とも言われるハリケーンが襲いました。そしてロイヤルチャーターという船が沈没しました。これは当時最新鋭の技術で作られた高速船で、500人の乗員とともにオーストラリアから出航し、イングランドのリバプールを目指していました。乗客の多くはゴールドラッシュに沸く金鉱山帰りの鉱夫たちで、現在の価値で何十億円と推定される量の金が持ち込まれました。そのため船に乗り込む際には警察の護衛がついたほどでした。しかしアングルシー島東岸に差し掛かると嵐に襲われ、強風にあおられた船はそのまま岩礁に乗り上げて大破しました。荒波の中、生きて岸までたどり着けた乗客は40名ほどで、多くの乗客は黄金とともに海に沈みました。その後ロイヤルチャーター沈没のニュースはイギリス中を駆け巡りました。当時ジャーナリストだったチャールズ・ディキンズもここを訪れ記事にしたほどで、地元の人はもちろん様々な人が金を探しました。当初は海岸に打ち上がった金を探すのが中心でしたが、次第に海中や海底までもが探索の対象になりました。しかし海に潜った人たちの中には、怪我で足を失ったり直後に病死した人が続出し、地元では黄金の呪いのせいだと考えられました。現に海が幼少の頃、祖母から絶対に海に潜っちゃいけないと忠告されたことを思い出しました。なんかパイレーツ・オブ・カリビアンみたいな世界観ですが、400人以上が一度に亡くなった海域なので、呪いの言われもわかる気がします。ただ当時の税関職員が発見された金を法にのっとって相続者に渡すという方針を示した一方、現地住民が猫ばばしたという話が残っているので、税関が流した噂な気もしています。信じるか信じないかはあなた次第です。また現在でもダイバーたちによって金が見つかっているそうで、まだ数億円分は残っているんじゃないかなと推測されています。今回はウェールズモイルブレの海岸線を紹介しました。風光明媚で穏やかな海の印象とは対照的に、黄金を積んだ船が嵐の中で沈んだ場所でした。黄金、沈没といった言葉がメディアによって広まり、それがいつしか呪いの伝説を生んだのだと思います。黄金探しに興味がある方は自己責任で訪れてみてはいかがでしょうか。今回はここまで。それではチャオ。